ご視聴いただきありがとうございます。シルバラさん、今日は何をするの？今日は Windows 11のパソコンでテレビを見られるようにしてみようかと思っています。そんなことができるんですか？そうですね。できそうな気がするんですが、どうなるかはやってみないと分かりませんが、多分できるんじゃないかと思います。それは楽しみですね。それでは早速始めていきたいと思います。先日 WSL を使ってWindows 11に Ubuntu 20.04 をインストールしましたが、Ubuntu でテレビが見られるようにできるということなので、もしかしたらこの環境ででもできるんじゃないかと思ってやってみました。いろいろ調べてインストールまではやってみました。それで結果がこちらです。Hypnotix のアイコンをクリックします。さあ、どうでしょうか。無事に起動してくれますように。起動しないようですね。違う方法も試してみましたが、ダメでした。WSL でインストールできるディストリビューションに Ubuntu 24.04 があったと思うので、それをインストールして試してみることにします。それは新しい Ubuntu 24.04 ならもしかしてなんとかできるかもしれないという安易な考えからでした。それではインストールから始めていきます。Windows 11のスタートをクリックして、検索欄にPowerShellと入力して、右側の管理者として実行するをクリックします。ユーザーアカウント制御のウィンドウが開きますが、はいをクリックします。コマンド入力のウィンドウが開くので、コマンドを入力して、インストールできるディストリビューションを表示し、確認してみます。WSL-L-O とコマンドを入力してエンターキーを押します。一覧が表示されました。Ubuntu 24.04 LTS がありますね。WSL-install-d Ubuntu-24.04 と入力してエンターキーを押します。インストールが始まりました。インストールが終わって Ubuntu-24.04 LTS が起動しているようです。Ubuntu 24.04 が起動したようです。表示された指示に従ってユーザー名を入力し、エンターキーを押します。次にパスワードを入力します。入力したパスワードは何も表示されないので、確実に入力してエンターキーを押します。リタイプニューパスワードと表示されたら、もう一度同じパスワードを確実に入力してエンターキーを押します。ここも入力したパスワードは表示されません。パスワードの設定が成功したようです。これでインストールも完了です。次にUbuntu 24.04 のアップデートをして最新の状態にしておきます。 sudo apt-update-y sudo apt upgrade-y とコマンドを入力してエンターキーを押します。コマンドは説明欄に記載しておきます。パスワードを入力してエンターキーを押します。アップデートが始まりました。アップデートのファイルが多いですね。終わったようです。ここからは Hypnotix のインストールをしていきます。コマンドを入力してエンターキーを押します。これ以降のコマンドも説明欄に記載しておきます。次のコマンドを入力してエンターキーを押します。次のコマンドを入力してエンターキーを押します。これはメッセージに従ってエンターキーを押して継続します。sudo apt get update と入力してエンターキーを押します。次に sudo apt install hypnotix-y と入力してエンターキーを押します。これもファイル数が多いようです。インストールが終わったようです。それではHypnotix を起動してみることにします。Hypnotix と入力してエンターキーを押します。この待ち時間が長く感じますね。起動したようですね。コマンド入力のウィンドウは最小化しておきます。閉じてしまうと Hypnotix が動作しなくなります。さて、どこのテレビを見てみようかな。やはり近いところで日本のテレビを見てみることにします。ジャパンをクリックして、次の画面で日テレをクリックしてみます。接続していますね。映りました。きれいに映っています。これはゴルフ番組のようですね。テレビ朝日をクリックしてみます。大丈夫ですね。ちゃんと映っています。ちゃんと映ることが確認できたので、一旦閉じます。ここで一度整理をしておきます。Hypnotix を起動するにはメニューから Ubuntu 24.04 のアイコンをクリックして起動します。Ubuntu 24.04 のウィンドウで Hypnotix と入力し、エンターキーを押せば Hypnotix が起動します。ここで少しでも簡単に起動できるように Ubuntu 24.04 のアイコンをタスクバーに入れておきたいと思います。スタートメニューから Ubuntu 24.04 のアイコンを表示して右クリックします。開いたメニューのタスクバーにピン止めをするをクリックします。タスクバーに Ubuntu 24.04 のアイコンが表示されました。表示されたアイコンをクリックします。Ubuntu 24.04 のウィンドウが開きました。ここに Hypnotix と入力してエンターキーを押します。Hypnotix が起動しました。Hypnotix とコマンドを入力する必要があるので、ワンクリックというわけにはいきませんが、簡単に起動できるようになります。さて今日は WSL で Ubuntu 24.04 と Hypnotix をインストールして Windows 11のパソコンでテレビを見る方法を試してみました。Windows 11のパソコンでテレビが見られるようになったということで、今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。